こんばんは。ちょっとテロップをかけます。やっほー、夜ぶりですね。今日の夜って言ったらいいのか、午前中ぶりですね。誕生日おめでとう、ありがとうございます。今日はね、ひまたぎ配信を12時になった瞬間から1時ぐらいまでかな、夜の1時ぐらいまでしてたんですけど、まあね、ちょっと本日2回目の配信でございます。タワーありがとうございます。くじの大悟さんありがとうございます。久しぶりやな。やっとん。ちょっとね、あの12時前っていうか、ひまたぎ配信の時にいただいたタワーのお礼もまたさせてください。でもちょっとね、ちょっと一回ちょっと落ち着いてからゆっくり書きたいので少々お待ちくださいな。タワーありがとうございます。クリスマスツリーの束かな、これは。ありがとうございます、トトさん。サンキュー。いい顔しやがって、おめでとう。いい顔しやがって、ありがとうございます。23歳、何をやったかと言いますと、大したことはやってなくて、今日はずっと YouTube の研修をしてました。鳴沢さん、タワーありがとうございます。北さんもありがとう、ありがとうです。あとはちょっとなんか仕事はあったんですけど、なんかそんな家でできるやつとかだったんで、家でして、あとはずっと YouTube チャンネルと、もうなんかオーディションのね、第3期生オーディションに関する動画を出そうと思ってるんだけど、もう第3期オーディションって12月9日までとかなんですよ、締め切りが。だからもうやばい、早く締め切りの1週間前にはせめて投稿したいと思って今頑張ってるんだけど、ちょっとまだ作れてない。明日までには、今日の夜中には作って提出したいところ。タワーありがとうございます、皆さんいっぱいありがとう。トニトニチョッパーさん、ありがとうございます。トットさんも2個目、ありがとう。すごい、ありがとうございます。あと、あの、12時前に来た、12時前というか、ひまたぎ配信の時に来たタワーのお礼を書いてたり、まだちょっと全部終わってないんですけど、いろいろやってました。そんなわけで、ちょっと飲み物飲もうかな、暑いから。暖房つけたんですよ。ハムスターがあまりにも活動しなくなっちゃって、ヒーターつけてるんですよ、動物用の。でもなんか全然活動しないから寒いのかなって思ってね、暖房をつけたらめっちゃ動くようになったから、ちょっと暖房をつけてるんで、なんか人間からしたらちょっと暑いんですよ。じゃあお茶いただきます。じゃね、なんかハムスター用っていうか、うさぎさん用のペットヒーターつけてるんですけど、まだ寒いらしい。しかも毛布もかけてる、寒さに弱いのでね。こんばんは。すごい、あの配信終わった後にツイッターでエゴサーチしたんですよ。さあ、めちゃくちゃ皆さんがつぶやいてくださってて、たくさんありがとうございました。バンボシさん、たわありがとうございます。ほぼほぼもう全部読んだと思います。うん、ありがとうございます、たくさんつぶやいてくださって、しかも画像もね、なんかめっちゃ可愛い画像を作ってくださってて嬉しかった。ケーキとアクスタのツイートあったかい。いや、あったのよ、それが。
びっくり、やってる人いるんだと思って。あった。で私もね今日ケーキじゃ買ってこようかなと思って買ってきたんですよ。ちょっとちゃんとしたケーキ屋さんではないんだけど、なんかただでさえね今ダイエット中だからあんまりガチガチのケーキはちょっと買わないでおこうって思ってコンビニでケーキ買ってきました。モンブラン。でもこれバターモンブランらしくて絶対カロリー高い。ちょっと生クリームついちゃった。しかもね私別にねケーキ食べたい気分じゃないのよ全然。なんならなんか夜はめっちゃケーキ食べたいと思ってたんだけど、夜ってあの日またぎ配信した時の午前中はなんだけど、起きたら全くケーキ食べたくなくなっちゃって、えどうしよう、でもケーキ買うって言ったしなと思って、プリンじゃダメかなとか思ったんですよ。プリンじゃダメかな、ティラミスとかコーヒーゼリーじゃダメかなと思ったんだけど、いやでも誕生日って言ったらやっぱケーキだしなと思って、いろいろちょっとコンビニ何軒か迷って買ってきました。ありがとうございます。たまありがとう。ギフトもありがとうございます。なのでちょっと食べようかなと思います。しかもね、なんか気になってこれがバターモンブランケーキなんですよ。お手軽にコンビニで買えるこれがね。これが見てバターミルク。これバターバターだと思って買ったんだけど、さっき一口飲んだんですよこれ。初めて見る新商品、ミルクセーキみたいな感じなのかなって思ったけど、もうめっちゃ甘くて喉が枯れたんですよ。味めっちゃ美味しいけどめっちゃ甘くて喉が枯れて、今あのお茶をめっちゃ干しててお茶を飲んでる。濃厚そう。いや思った以上にあっさりではあるんだけど、なんかあのバターの飴を溶かしたみたいな、バターバターで揃えたんだけど思った以上に甘くてちょっとどうしようか困ってます。うん、飲んだよ。あ本当？これも美味しいのよ。ちょっと飲んでみますね。あ、美味しいけど甘い、すごい甘い、めっちゃ甘い。これ、ね、これは一回置いといてお茶でケーキ食べたいと思います。合わないんだけど、ちょっと俺らの濃いお茶で、多いお茶でいただきたいと思います。はい、というわけでもうね多分ねケーキを用意するってこともねめんどくさくなるんですよね。こう一人暮らしでパーティーとかもしなくなっちゃうと。なので超お手軽ですけども誕生日パーティーを一人でぼっちイズパーティーを開催したいと思います。いつもの配信と何の違いもないんだけどささやかにろうそくも何もないですが誕生日パーティーを開催したいと思います。ケーキ入刀、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、じゃじゃじゃじゃ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 ん、だらららだたたん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 たらんたらんたらららららたんたんたたん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 たららん。それでは皆様ハッピーバースデーの歌を歌いましょう。いきます。チャンチャランチャンチャンチャン、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。
うん、甘っ、甘っ、おいしい。何味？なんかバターモンブラン、めっちゃシャリシャリしてる。今ね、もう喉めっちゃ渇いてる、本当に。ちょ、お茶足すわ。請求な、もう請求誕生日よ。え、でもなんかシャリシャリ言ってる、なんだろう。いただきます。じゃあちょっと一人で味わいたいと思います。あれ、シャキシャキ言わなくなっちゃった。どこでシャキシャキ言ってたん。うん、中間層で言ってるわ。このケーキを食べれば誕生日パーティーが成立するって思ってる日本人の意識を正した方がいいと思う。ケーキを食べなくても気持ち次第で誕生日パーティーはできる気がする。現に私はもう今日喉が渇いてるプラスあまり甘いものを欲してないせいで、もうなんか本来であれば美味しくいただけるものを美味しくいただけてない状態にある。これは悠々しき事態です。なんかそのハピーバースデーの代わりにハンバーグとかが食べたいの。塩気を欲している。うん、まあそれでも美味しいもんは美味しいんですけどね。なんでこれ23歳かこんなへりくつをこねまくっているのでしょうか。プレゼントは必要かな。いや、それが自分にプレゼントを買ってなくて、なんか今日誕生日っぽいことを何もしないんですよ。困った困った。駒澤大学、そう、なんかかろうじてケーキがここにあるって感じで。も昨日は皆さんからの誕生日プレゼントを受け取りに行って、ちょっとだけ持って帰ってきて開封はしたんですけど、その自分で自分にもらってないですね。あ、でもメンバーからLINE ギフトとかでいただきましたね。今日ちょっと誰とも会ってないから、ソラハぐらいかな。昨日の夜の突撃ソラハにしか会ってないんだけど、みんなから LINE ギフトいただきましたね。でなんか6人ぐらいからスタバのギフトもらって、誰だったかな、ミカニャン、あとメンバーね、本当にめっちゃスタバのギフトくれたんし、うちの親と妹もスタバのギフトだったんですよ。誰だったかな、もう本当にみんなスタバのギフトくれて、あれなんでこんなスタバのギフトくれるんだろうと思ったら、妹がなんかゆうちゃんの欲しいものリストに入っとるよって言われて、みたいな、何それみたいな言ったら、なんか私 LINE のなんか欲しいものリストみたいなのにスタバのギフト押してるらしくて、全然そんな身に覚えがないんだけど、なんか LINE のギフトってなんか自分で Amazon みたいに欲しいものリストができるんですよ。ちょっと私なんか欲しいものスタバ押してるらしくて、めっちゃみんなからスタバ届いてびっくりした。そう、でもありがとうございます。なんかね、おねだりしてるみたいになってた。
ありがとうございます。でも嬉しい。ちょ、ダイエット始めたばっかだけどスタバ行きたいと思います。本当にね、みんなから届いてた、うん、そんなのしたっけなって感じなんだけど、身に覚えのないやつ。タワーありがとうございます。コバチャさん、タワーありがとう。さ、妹がね、しかもね、なんか番組のキャプチャー画像みたいなの送ってきて、なんか欲しいものリスト公開する女はなんかやばいみたいな、なんかあのタレントさんの発言のキャプチャー画像みたいなの送ってきてみたいな、ええやんけ、アマゾンじゃないんだからそう、 LINE ゲストでスタバ欲しいって言っただけで、めっちゃなんか妹から言われましたなんでこんなにスタバ来るんだろうって思ったんですよ。でもありがとうございます本当に美穂凛とか、なんかチョコレート、クリスマスチョコレートみたいなくれたかも、 LINE ギフトで。だからすぐさま配達するように言っといた。遠征帰りに着くように設定しました。楽しみ、めっちゃ美味しそうだった。あともうなんかみんなから LINE 来たりとかして、嬉しかったですね。うん。パセリはなんか動画、私が盗撮されて怒ってる動画が送られてきましたね。私がめっちゃこれで睨んでる動画が送られてきました。見たい。いやね、ちょっとね、まだ言えない撮影現場のやつだからね、しかもあまりよろしくないからスタッフさんとかめっちゃ映りまくってるから、ちょっと見せればしないんだけど、それが送られてきました。イースターありがとう。ケーキ、うん、いや嬉しかったね。でもみんながツイートとか、でもなんかみんな個性豊かでした楽しみ。でまだ終わらないからね、まだもうちょっとあるから、誕生日楽しみたいと思います。ケーキタワーどうぞ。ありがとうございます、鳥谷チョッパーさん、ケーキタワーありがとう。てかもうめっちゃあれだね、なんかクリスマスこの壇上がハウステンボスかなって感じ。いや、ハウステンボスめっちゃ行きたいんですよ。今クリスマスしてるじゃないですか。でみちさんにね、なんかハウステンボスにあるミキフィーのカフェがめっちゃ可愛いっていうのを言ったら、行きたいって来たから、行きますかって言ったんだけど、行ってくれるかな。でも長崎ちょっと遠いんだよね、広島から。一回博多行って、博多からなんかリレーカモメみたいなの乗って、あの九州のあの新幹線乗らなきゃいけないから、なかなか遠い。しかもまたさらに遠いよね、ハウステンボスって。なんかでも行きたいな。最近めっちゃ流れてきます、ハウステンボスのクリスマスの動画、めっちゃ可愛い。行きたいっすね。うん、ちょっと冗談で行きますわらみたいな感じで言ったけど、行きたいって来たけど、その真意が本気で行くのか分かんない。でも行きたい、こっちと、こっち的には、うん、ファンの皆さんからめっちゃミッフィーのタンブレいっぱい来た。
私そんなミッフィーキャラだっけと思ったけどめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。でも見れば見るほどミッフィーがマジで自分の書いた私の書くあのコンプラウサギにしか見えなくて、ほらみたいな、ブルーのまさかお前パクったって思って偉大な方になんちゅうこと言っとんねんって感じなんだけど、なんかめっちゃ悩み届くんですよ今手元にあるこれとか虚無なんだよな逆でしょうね、それはそう。可愛いよねミッフィー、なんかこんなシンプルでこんな可愛いことあるんだなと思って、めっちゃもらった、めっちゃ可愛い、これとかめっちゃ可愛い。今ねお化粧さっきまでしてたから手元にミッフィーがいっぱいある。可愛くね、ありがとうございます、ギフトありがとう、みんなチェンキューやで。すごい、このブッシュドノエルのケーキのギフトとかあるんだね、リュークさんありがとうございます。なんかめっちゃクリスマスだな。お誕生日おめでとう、ありがとう、クリスマスだ。もこもこいいね、これ今日放送してた足金の時に着てた衣装なんだけど、なんかこれプレゼントなんだけどマジでよくわかんない紐がついてて、これの着方を教えてほしいって思って、なんか紐がね、なんかめっちゃ長い紐がついてるんですよ。でこの紐をどうしたらいいのか分かんなくてなんか足筋の時はとりあえずぐるぐる巻きに首につけたんだけど、なんかめっちゃね、めっちゃ長い紐がもう雲みたいに生まれてくるんですよ。何これと思って、着方が全く分かんなくて、でもこっちが正面なんですよ。だから足筋の時はとりあえず一周させて正面でくくってリボンにした記憶があるんですよ。でこうちょっと下げて、ここでこうなのかなって思ってこうやったんですよ。こういうことかなって、どういうことって思って、あまりにも長いからちょっと今日はなかったことにしてます。この中に収納、収納してます。でも前に結んでも可愛かったから前に結んでみた。誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しいし、なんか冬は女の子っぽい服が好きかもしれない、なんか夏は結構かっこいい服とかが好きだけど、なんでだろう、なんか最近は服買う時もそんな感じですね。なんか冬のかっこいい服ってマジでスウェットとかないよねスウェットのセットアップってさ、おしゃれな人しか似合わないイメージがあって、私が来たらめっちゃコンビニ行く人なんよね。まひなさんとかが来たらめっちゃおしゃれな人なんだけど、だからもう冬はちょっと本当はかっこいい系の方が好きなんだけど、女の子で行こうって思った、だからもうモコモコばっか買ってます。そうモコモコってめっちゃ言われるけど、誕生日おめでとう、ありがとう、
サンキューサンキュー。まあでも結構真面目な配信はちょっと日またぎ配信でやっちゃったから、ちょっとここではね、この夜のこっちの配信では割とのんびりゆったりな誕生日パーティーで行こうかなって思ってるまあそんな誕生日パーティーっぽいことはしないんだけども、自分も今日誕生日です。おおめでとう。なんか私のファンの人ね、今日誕生日の人結構いるかも。同じですね、12月1日1201。しかもね、あの48とかでもね、太田優里さんとかも一緒の誕生日、もう生年月日全く一緒だったりとか、あの17期のホテちゃんとか誕生日一緒だった、初めて知った。あ、そうなんだと思って。そう、愛子さん、愛子さまも誕生日、うちの妹 LINE ギフトくれるときに愛子さまとゆうちゃん誕生日おめでとうって来て、でもそんな知り合いみたいに言うもんじゃないよ本当にって思いながら。そうなんですよ、結構多いかも。12月1日もあれ、他にもいっぱい多分いるよね、芸能人とかでも。寝なよってもう本当にうちの妹、気安く LINE ギフトに書くんじゃないよ。おめでたいですね。おてちゃんバースデーケーキ食べる配信してた。17期かわいいよね。私なんかあんまり言ったことないけど結構17期生好きで好きでとか言ってめっちゃ可愛い、もう最初からめっちゃ完成されてるっていうか可愛くて、フォローしてないんだけどツイッターは。誰推しか気になる。誰推しだと思います。でもあかりんさんが17期の、多分本人言ってなかったあれだからちょっとあんま名前とか言わないでおくんだけど、17期生のあるメンバーがすごい好きでめっちゃ言ってくるんですよ。もうなんかねえ、めっちゃロリだよみたいな、なんかあかりんさんロリコンだからめっちゃ言ってくるんですよ。でそっから17期を知るようになって、あのめっちゃ全員可愛いなと思って見るようになりました。ちょっと言わんとこかな。いるんだけど、いるんだけどちょっと言わんときますね。いつかもしかしたら言うかもしれない。だから STU の3期生も可愛い子が来てくれたら嬉しいな。言ってよ。いや言ってもいいんだけど、なんかちょっと分かんないじゃん、向こうに迷惑かけるったらね、ちょっとあれだから。でも皆さんが書いてる名前の中に全然いました、いました。うん。全然秘密にすることじゃないんだけどね。いやでもあの17期生が結構好きだっていう感じですね。乃木坂みたいな雰囲気ある。私ね、乃木坂さんの5期生をめっちゃ好きなんですよね。なんか最近アイドルになった人たちって顔面偏差値めっちゃすごいって思いながら最近好き。5期生では誰推し、多分ね分かると思う私が誰推しか。
わかると思う。私の今までのこのアイドルの推し名を考えてみて、顔のタイプとかを見た時にもうバッチってくる方がいらっしゃるんですよ。どなた？あ、でも正解出てる。すごいね、やっぱ分かるのかな。すごいすごいすごい。私はもうね、顔がもうお人形さんみたいな顔がもう本当に大好きなんですよ。ドール、ザ・ドールって顔が好きなので、皆さんが今書かれてる、うん、全く正解っていうかその通りでございますな、相手なんでこんな名前出さないって言われたらなんかちょっとあれだけど、はい、最近なんかすごい推し面がどん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 増えてくるって感じですね。言ってもいいのに、ねえ、別に言ってもいい、別に隠す必要ないんだけど、ちょっとあのね、なんかなんかで迷惑になったら言えないからちょっとやめときます。でもね、本当にすごい好きなんですよ。17期も乃木坂の5期生もすごい可愛い人が多い。だから STU の3期生ももう美少女がいっぱい来てくれたらもう私は嬉しい。18期もすぐ入るね、早いよね。 AKB さんもう18期、なんかスパンが早い。でも NAB さんとかめっちゃスパン早いイメージある。なんかもう若手がいつの間にか若手じゃなくなってるイメージある。応募集めるか、え、何人ぐらい集めるんだろうね。何人ぐらいなんだろう、分かんないけど、とにかく可愛い子がもうなんか私欲みたいになってる、本当私利私欲のためみたいになってるけど、可愛い子が入ってきてくれた私が嬉しいなっていう、はい、へへへ、ゲヘゲヘみたいな、もう本当ダメだね。なんかいやらしいね、やめとこやめとこ、汗汗推し変される心配ないの。なんか私のファンの人そんな、どうだろう、なんかもう若い子推すの疲れてるんじゃないかな多分分かんない、多分もう若い人その疲れてると思うからここで収まるんじゃないのかなってイメージフ疲れてるって言ったらあれだけど、大変じゃん一からまた関係築くの一からまた認知されるところから始まってみたいな、大変じゃん結構、うん、だから多分ここで落ち着く人が多いんじゃないのかなっていう。どうなんだろう、こんな余裕
ぶっこいてたらダメなのかもしれない。何飲んでるの？多いお茶です。濃いめの。そうだからそんな思ったことはないけど、たまには嫉妬してほしいかも。え、でも公園で他のペンライトしてたらマジで怒るよ私。もうレスするのやめようかなって思ったもん。ね、そこら辺は厳しいですけど。なんか気持ち悪いこと言ってる今。どんな感じで怒るの？どんな感じで怒る？あ、もういいやみたいな。あ、もういいやみたいな。はい、もう了解ってなっちゃうかもしれない。どうだろう。どんな感じ？難しいね。僕見放されてるやん。うっ、手紙で謝ってきた。おもろ。もう公園に行けないかも。ちゃんとレスしてあげるよ。そんなそんなしょげないしょげない。嘘嘘、そこまで厳しくないよ。誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。マイキューカラーからおきちゃんカラーに変えたらレッスンもらえなくなった。嘘、本当に？いやでもその逆もあるかもしれないからね。なんかさ、公演の時ってさ、たまにこうなんて言うんだろう、客席が真っ暗の時あるじゃないですか、なんか照明によって。その時ね、顔が見えなくてペンライトの色しか見えない時がたまにあるんですよ。なんか普段はそんなことないんだけど、たまにそういう時はもうね、ペンライトの色でもうあの見つけてる時があります。もうあれよ、真っ暗なトンネルとかでもう懐中電灯持ってる感じ。それが頼りみたいなあるから、うん、そういう時は、うん、あれかもしれない。想像してください。この真っ暗なトンネルを歩いてる時に、うん、うちわの裏表違うのは気づく。気づくときは気づくし、どうだろう。なんか私そんな、なんか言うほどなんかこうなんて言うんだろう、なんか単押し以外をもう絶叫ってわけじゃないんですよ別に私。し、なんかそんなめちゃくちゃこうなんでみたいな、なんでその子に行くのみたいなこともあんまないんですよ私は。そんな言うほどないんだけど、だから自分の出てる時に私の班の人が違うペンライトを変えたら、もうそれはなんか宣戦布告に見えちゃうんですよ。なんかおっとみたいな、おっとみたいな、私おるんやでみたいな。その別に他のメンバーのユニット曲の時とかまでとか、ヘタレたちの時までこう別に紫でしろってわけじゃないんですよ。ただなんか売られたものを
買わないわけにはいかんみたいな、なんかそう全然嫉妬とかじゃないんです嫉妬とかじゃないんですよ。いや難しい、なんて言ったら分かんないんだけど、別にだからそのなんか普段だから DD だから厳しいとかそういうわけじゃなくて、なんかこうなんて言ったらいいんだろう、難しい、言語化できない嫉妬ですやん。え、違うんですよ。え、嫉妬なのかなそんな感情が私の中にあったんだろうか。すごいなんか欠落したロボットみたいなこと言ってるけど、違うんですよ。なんかこうも他のメンバーがやってるなんか感情、なんか可愛い嫉妬深い彼女みたいな行動はしたことないつもりなんですよ。なんかもうそういうのとはまた違う、なんか違う感情なんだよね。なんだろう、なんかこうなんか違うんだよな、なんて言ったらいいのか分かんないけど、もう売られた喧嘩にしか思えなくてなんかそれはこれは売ってきてるな、あこれは買うしかないみたいな、なんて言ったらいいんだろう、なんかもうそんな、なんであの子のこと見るのみたいな、なんかそんな甘い感情じゃないんですよ。なんかもうだから狼って自分の獲物にめちゃくちゃ執着するんですよ。あ、狼じゃない、クマか、ヒグマ、ヒグマってもうその自分の餌が取られたらもうその餌をどこまででも追いかけていくんですよ、横取りされたら。なんかもうそれと同じ感情、縄張り意識、なんかそんな動物みたいな、そんな縄張りそんなことじゃないけど、なんかこう違うんだよな。なんか皆さんとか他のアイドルがやってるような可愛いもんじゃないんですよ難しい、なんて言ったらいいのかわかんないけど、なんかもうなんて言ったらいいのか難しいな、ヒルドラ的な、いやなんかそんなドロドロもしてないんだよな、なんかもう少年漫画のバトルみたいなそういう気持ち私も今日誕生日お揃いだね、おおめでとう。まあまあいいんですよ、こんなよくわかんない話はなんでこの話になったんだろう。ちょっとお茶の、もうなくなったお茶、きっとありがとうございます。そう難しいね、なんて言ったらいいのか、おしましはいいの、
別に推し編推し増しにどうとかじゃないんだけど、なんか違うんだよな。もういつまでするのこの話って感じなんだけど、なんか違うんだよな、そういうことじゃないんだよな。なんかもうあの子に推し増しするのやだとか、もうなんかそういうレベルじゃないんだよな。もうなんだろう、え、難しい、言語化に難しすぎる。うん、別に DD だからどうとか単押しを優先とかそういうことでもないんだけど、ないんだけど、何なんだろう、難しい、難しいよ。別に私 DD だから嫌いとかそういう人でもないんだよな、そういう人でもないんだけど、うん、難しいですね。まあまあまあ、女の子は難しいということで締めますわ。締めたいと思います。よくわかんない話になっちゃったな。そう、急いでるわけでもないのに追い抜かれるとイラッとする感じかしら。おお、なんか、そうなのかな、わかんない。言わんとしようとすることはわかるけど、どうなんだろうね。まあ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 、よくわかんない話を繰り広げましたね。23歳何の話してるんやね。部屋があったかいから顔が赤くなってきた。12月1日で終わっちゃう。そうなんですよ、今日でもうすぐしたら終わっちゃいます。ポコちゃん寝てるの。ポコちゃんは起きてますね、餌食べてます。あ、12月で人前に出るお仕事はその12月3日のベストアーティストと 4日のあの下関のイベントに、私言ったっけな、もしかして告知してないかな、下関のボートレースでなんかパフォーマンスをさせていただきます。それが23歳になって初めてのパフォーマンスかな、ベストアーティストとボートレースのイベントが、うん、買う、分かんない、買えるのかな、私ボートレースあんまり詳しくはないけど気になるよね。でも岡山は小島とか有名だったから、そうなのでよろしくお願いします。まあ、まずはベストアーティストぜひ見てくださると嬉しいです。あとは競馬だね。なんで競輪ボートレース競馬ってこと。一応ね、なんか大人面で行かせていただきます。うん、ぜひぜひよろしくお願いします。オートレース、あー、あるね。
ゆくゆくはラスベガス。キッキッキッ。カイジ。よろしくお願いします。なので、楽しみ。23歳ですぐにこんな、いろいろ出させていただけるの。クイズの答えは、メールで、そう、11月の1ヶ月間、なんか私に関するクイズを出してたんですけど、メールの答えはですね、先月のメールの答えは今月のメールのタイトルに懸命にあります。ありがとうございました。クイズ11月ずっと やってくださって、どれぐらい正解したんだろうか。結構意地悪問題も多かったと思うんですけど、たくさんありがとうございました。いっぱい答えてくれてありがとうございます。もうなんか最後の方になったら本当なんか私の方がネタ切れ、私 の方がもう出す側の方がめっちゃネタ切れでした。半分ぐらいだった。結構難しかったと思う。でもありがとうございました。何かご褒美ありませんか。じゃあお話し会でクイズ正解したよって言ってくれたら私からよしよししてあげます。ありがとうございました。23歳初クイズください。そんな高齢化するつもりないけど、初クイズ、初クイズか、なんかあるかな。難しい、なんかあるかな。もう出し尽くして中身がないよ私今。中身ないで。高齢化していく。もう私は結構ようやく終わったぜって感じ。いや本当はその別にクイズがやりたかったわけじゃなくて、なんかその継続したかったなっていう、11月何かを継続してみたいっていうきっかけで始まったから。いやでも、ね、11月途切れることなく途切れることもなくできてよかったですね。途切れることもなくね、本当に途切れなかったからね、よかったかなと思います。いや改めてなんか継続できる人って素晴らしいなって思いましたね。途切れることもなく、ちょっと時差があったからちょっとメールが送れなかった時はあったけど、そう沖縄行った時にねちょクイズ送れなくてね、時差があったから沖縄帰ってきてから送りました。広島時間で送りましたけど、ウチナータイムってやつですね。誕生日おめでとう、ありがとう。いやソラハとかすごいよね本当に。ブログとかも何年毎日更新なんだろう。すごすぎる。ブログ書かなきゃね。毎日ソラハすごいね。ね、すごいですよね。偉すぎ。偉すぎ、偉を。来年ドラさんのイベントあるかな。なんかソラハが載せてた写真今年なんだって思ったらびっくり。あのドラさんの4周年イベント、やってほしい、やりたい。やりたいね。
ネージャーさんに頼むか。3人だからね、難しいんだよな。でも研究生が4人で講演やってるから、なんかあれを参考にすればなんとか、着替えとかしなかったらもうちょっとなんかMC 短くてもいけるんじゃないかと思い始めた。あれはね、ライイベントだったのでね、 MC 時間込みでしたけど。やりたいね。もっと大きな会社でお願いします。怖いね、いけるかしら。でも4周年の時は結構みっちみっちだったからな、ファンの人たちが。もうちょっとゆとりあるところでやりたいかもしれない。やりたいですね。サンプラザ大きすぎ。ちょっとね、今年じゃないわ、来年になるのかな、やれるとしたら。来年もできたらいいなと思います。お願いします。もうあれだね、50分、早いですね。私ね、遠征あってパッキングをまだしてないんですよ。やばい、今日中にしなくちゃいけないのにまだパッキングがしてない。クマタワーありがとう。サンタさん、バッチさん、ありがとうございます。もうすぐしたら1時間、わー、ありがとうございます。キングをせねばならぬ。大変だね、大変だ。2泊3日してきます。やばい。全然やってない、やらねば。ポコタンどうするの？ポコちゃん預けます。またスタッフさんのところに今度は預けます。寒いからね。ねえポコちゃん寝てますね。出張目ですな。ねえ、なんか11月、めっちゃいろいろ行ったな。12月も行くのかな、楽しみ。でも今月はクリスマスもありますしね。コンサート、コンサート、へい、楽しみ楽しみ。私クリスマス大好き。何の別にプライベートで遊ぶこと何もないのに大好き。なんかね、洋画の主人公の気持ち。もうあのお店とか、外装がもう素晴らしい。ベストデザイン賞をあげたくなる、クリスマスのいうデザインに。ワクワク起きちゃう。いや、ワクワク起きちゃうよ、ほんと。ホームアローン、ホームアローン大好き。いや、でもしかももうクリスマスツリー買おうかなと思ったんだけど、あの、でっかいやつじゃなくてもちっちゃいあの、卓上のね。でもなんか1ヶ月しか置けないって思ったら買えなかった。半年ぐらい置いてもいいなら置くけど、楽しみだね、クリスマスコンサート。
図紙使えば OK。 まあね、でも私出したりしまうのめんどくさいタイプだからな。誕生日おめでとう、ありがとう。じゃあそろそろ10時になるので、なったか、もう終わろうかな。クリスマスって何ですか？クリスマスは STU と STU のファンの皆さんが一緒に楽しむイベントです。それ以外に理由なんかあるっけ？ほえ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 、それ以外に理由あるっけ？あとキリストさんの誕生日、それ以外なんかあるっけ、なんかあるっけ、なんかあるっけ、うん毎年クリスマスはね、ヒャダインさんのね、クリスマス何それ美味しいのを聞く季節ですからね。さあそろそろ壇上を読んで終わろうかな。タワーのねお礼もねまた絶対するんで、ありがとうございます。ちょっとたくさん皆さん本当にありがとうございますね。では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 、そろそろ配信終わりたいと思います。ありがとう、めっちゃお祝いしてくれて。では13位から読みますね。13位、あ、コート。13位ジェリーさん、12位ザックさん、11位ハラミチさん、10位クジのタイゴさん、9位ナルサワさん、8位ワッチさん、7位エリオさん、6位バンボシさん、5位コバチャさん、4位がデュークさんでした。13位から4までの皆さんありがとうございました。そして3位がホクさん、2位がトートーさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。すごいたくさんのタワーとかおめでとうってコメントとかありがとうございました。またちょっとタワーのお礼もね、そのひもたぎ配信の分と今回の配信の分もちゃんとお礼する予定なので、ちょっとだけ待ってください。お待ちくださると嬉しいです。ありがとう。あまり誕生日パーティーっぽいことしてなかったけど、かろうじてケーキ食べたぐらいで。23歳もこの配信ではあまり真面目なこと言ってないんだけども、23歳もね変わらず推していて楽しいって思ってもらえるようなアイドルになれるように頑張っていくので、皆さんずっとずっと見守っててくださると嬉しいです。ということで、そろそろ終わりたいと思います。配信見てくださってありがとうございました。23歳の私もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。23歳23、頑張ります。それでは配信終わりたいと思います。バイバーイ。